ハッサン・アリカイレは、ソマリアの政治家、同国首相などを歴任した。難民時代に、ノルウェーにて国籍を取得し、ソマリアとの二重国籍状態。ソマリ語、ノルウェー語、英語を話せる。出身氏族は、ハビエのムルサデ氏族。ソマリア中部のガルグドゥド州、ジャカルで生まれた。首都モガディシュで小学校、中学校に通う。年。 ソマリア内戦を避けてノルウェーに移動し、バルドレスにて難民申請。オスロ大学にて政治学を専攻、社会学を副専攻し、1998年に学位を取得。2001年、エディンバラビジネススクールにて MBA を取得。時期は不明だが、小学校教師の経験がある。その後、オスロに戻り、 NGO のノルウェー難民問題評議会に参加。一度退職するが、2006年に、ソマリ地域マネージャーとして復職。その後、ソマリ地域ディレクターに昇進。2012年6月には、ケニア国境付近で銃撃され、同行したドライバーが死亡する事件が起きている。2014年から2013年に、ソマリアの石油探査を目的に設立された。 イギリス企業、ソマオイルガス社の取締役となった。2016年12月、ハッサン・アリカイれは、ソマオイルガス社で不正行為をしたとして、イギリスで有罪判決が確実視されていた。これは、国連のソマリアイリトリア監視団による大規模調査の一環で、ハッサン・アリカイれが、イスラーム過激組織、アルシャバブと関係しているとの疑惑によるものだった。結局、 英国重大不正捜査局は証拠らしきものは見つかったが不十分だったとして調査を中止している。ソマリア大統領のモハメド・アブドゥライ・モハメドは大統領就任の翌日2017年2月23日にハッサン・カイレをソマリアの首相に指名するとツイッターで公表した。3月1日に連邦議会に承認され正式に就任した。ハッサン・カイレは 首相指名にあたって、ソマオイルガス社を退職し、所有株式もすべて譲渡した。ソマリア政府の慣例として、大統領、首相、議会議長は、士族の勢力バランスを保つため、ハビエ、ダロット、ラハンウェインの三大士族で職を分かつ必要がある。モハメド大統領は、ダロット士族出身であり、ハッサン会でが、首相となったのは、この慣例も考慮されている。 2020年7月25日、ソマリア議会にて不信任決議が可決され失職。ありがとうございます。